皆さんこんにちは、リリピンポンチャンネルピンネモです。皆さん T シャツご購入いただきましてありがとうございました。販売開始から1時間とか2時間ぐらいでもうほとんど完売してしまうという状況だったんですけれども、本当にありがたいことに、今回ご購入できなかった方もですね、今メーカーさんの方に再発注かけてますので、届くのを楽しみにしていてください。また改めて、届きましたら動画で告知させていただこうかなと思いますので、ちなみに参考になるかと分かりませんが、私ピンデモは187センチで O、 サイズは O を着ています。今回の動画はピンデモのレッスンを受けてみた動画になります。で、今回の内容は、以前肌コーチと私の方で、ミックスダブルスを組むことになったと発表させていただいたんですけれども、その大会に向けた練習の一つ、ダブルスのレシーブですねを、練習してみました。ダブルスのレシーブなんですけれども、肌コーチの方からは、ツッツキとフリックでいいので、コースを厳しく返球してほしいと言った、強いご要望があったので、それをできるように肌コーチの方から、コツを教わりました。で、偶然にも、1個前の動画で桜井コーチ、久木コーチがツッツキの応用編として、下回転とかナックルとか上回転を、切って鋭く返すといったところの、動画を出しました。で、内容としてはそことちょっと被る部分はあったりするんですけれども、そのコーチじゃなくて、私レベルがやったらどうなるかといった視点でですね、ご覧いただければなと思います。で、ポイントとしてはやっぱりバウンド直後を取るといったところですね。結構自分の中ではバウンド直後、野球でいうとショートバウンドのところを取ってるつもりだったんですけども、どうしてもこうボールの回転を見てしまっていて遅れていて、頂点付近で取ってしまっていたといったところが、今回のレッスンで明らかになりました。で、もう一個が、桜井コーチ、久木コーチも動画の中で言ってましたけど、特にナックルのボールに対してですね、上から下に振ると。で、こっちに関しては特に私の方でも、もう台にぶつけるぐらい振ってるつもりでした。だけどやっぱり動画を見てみるとやっぱつもりだったと。キュッてやってるつもりなんですけど、キュッていうのがちょっと後ろから前にキュッっていう風になっていて、上から下ではなかったので、そこを指摘してもらって、それをこう実際に本当にもう今まで以上に上から下に振ってみると結構いいボールが返っていたので、このレッスンの中最終的にはできたかできてないのか分かんないぐらいのミスの多さなんですけど、これをちょっとですね、身につけるために動画の外でこっそりと練習していこうかなと思っています。では実際に動画をご覧ください。どうぞ。今日は前回チャンスボールやったので、レシーブのね練習ですよ。もう一個のもね、はいはい、おうそうだね、ツッツキとフリックでいいので、いいのでちゃんとコースをつくようにしましょうということだったね、はい、前回だったのラケット1本分のこの中に、はい、収める。今ちょっとそっち見えづらいかもしれないですけど、ラケット1個分のスペースを空けてタオルを敷いてます。で、そこの奥の深いところにやる練習かな。はいはい、バックを狙えばいいですか。まずはひとまずバックでいきましょうか。はい、ナックルと下を混ぜます。ナックルと下を混ぜます。はい、あれ結構むずいね今結構いったと思ったのに、あれあー惜しい。 G 見えますかね、私で隠れちゃうんだよな。結構ナイスコースだと思うんだけどあ、OK、うん、あ、全然ダメだポイント1です。ポイント1、もう早くも、はいバウンド直後でいきましょうか。もう少し早めに。それね、バウンド直後って結構レッスンでも聞くんですけどね、なんか分かるかな、見ちゃうんだよね回転何かだもう
もういいです。もういいバウンドチョコ優先。はい、いきます。バウンド直後で打ってる時、打つ時にはもう回転はどっちかって決まってる状態でいけるといいですね。確かにあんまり意識しない、ちょっとつっつく角度出せば入るかなぐらいです。ちゃんと決めてね、つっつくのか押すというか払うというか、はい、タックルなのか、この辺で回転を見極めて、その辺でバウンド直後で確かにこう、俺そうだ、回転見てるのここだわ。はい、なそこだ。だから多分見ちゃうんじゃないですかね。なるほどね。そこで判断できる。ここで判断。そこで判断ね。はい、いきます。お。あれ。そもそもいいですか。一ついいですか。突っつきでバックにやるのはいいんだけど、ストレートというかな。あのフリックというかナックルしたときに俺今角度合わせて押してるだけなんだけど、なんかフリックじゃないよね多分それね。ツッツキの部類になります。ツッツキの部類になりますよね。どっちがいいか、もうそれ状況に売り切り。ツッツキの部類でいいです。いいよね、それでいいよね。なんかナックルっぽく変えるもんね。はい、やりづらいよね、人はね。はい、でナックルだと思ったら若干下に向かって打つような形で、あ、はい、若干切るような感覚です。はい、なんかいずれやった気がします。
今まではそこに向かってこうやってるイメージだったよね。だから多分自然と落ちたのもあるんだけど、目線そこなんだけど、今ネットに向かって振るというかっていう意識でした。ボールをネットに直撃するぐらいの意識で、うん、それでも切れれば上に跳ねるので、それを利用して意外と入るんだっていうのを使って飛んでくね、はい、そう、そう、変に押さなくても飛んでくわ。フォアに行きます。フォアの方が距離長いので比較的やりやすいかもしれない。今日はどちらかというとツッツキだね。ツッツキです。はい、ね、行きます。あれ、
ぱり今までこう切ろうとしても深くするとしたらこういう運動だったね、うん、どっちかというと。でもどっちにしろ切れてるか切れてないがこうだね。はい。でやっぱり心の動きは大きくない方がいいね。よく筒が小っちゃくって言うけど、うんうんうん、やっぱフォアにやるとするとこうなるから、はい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 、それもやっぱこうだね。これ前も言ったかもしれないけどやっぱそうだなと思って。あの村田さん、桜井さんが出してた、うん、大乗技術で惑わすみたいな2個目ぐらいの動画ですかね、うん、それで細く長くっていうのが横はいらないです。そうね、この体が出ない方がいいって言ってたよね。はい、細く長くこの中でこうか。はい、 OK です。勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。全然背が入ってないけどね練習あるのみ、練習あるのみ。You stole my heart of gold after my silver soul.